トラバンチャンネル。こんにちは。ラッキーセブンの7回目のヒロドの小部屋です。今日も無事オープンしました。オープンね、お店。そうよ、これヒロドの小部屋お店って聞いたんですけど、はい。でも今日はあれ、お菓子とかがない。すいません、ちょっと。そっか、まだちょっと。そうですよね、さすがにね、そんな毎回毎回はちょっとすいません。欲が贅沢すぎました、はい。けどまた今日も皆さんいいねだったりコメントをどしどし待ってるので楽しんでってください。小部屋。その週末ね、ドラゴンズに勝ち越せましたけど、はいはい、多くの人がやっぱり才木投手の勝利ですね、はい、1159日ぶり、はい、いやもうね、もう語らずとも多分皆さん同じシーンを思い浮かべてると思いますけれども、あのヒーローインタビュー の涙、こうきっとね、インタビューに答えるってことはいろんな人に見られてますし、映像も残ってるけど、あれだけこう涙がこらえきれなかったって、その本当に勝ちたかったっていう思いがこうすごくひしひしと伝わってきて、多分あそこで途中ね、拍手がすごかったと思うんですけど、なんかタイガースファンだけじゃなくてドラゴンズファンの皆さんもなんかこう拍手してくださってたような雰囲気の中、大山選手の100号も出ましたし、あと中野選手も、はい、打ったってことで、この2人の試合中のそのホームランの談話が佐伯のためにっていう、佐伯のためにってもうこの一言ですよ。で、大山選手と、佐伯投手は同期入団ですし、なんかこう全て投打噛み合うって、こう気持ちも噛み合ってこそ の日曜日のね、勝利なんだってすごい思った。素敵な、なんか試合を見ることができたかなって思います。で、大山選手のね、100号すごい、なんか、なんだろう、こうやっぱファンとして見ていて、うっ、ここで打ってくれ大山選手って思ったら打つっていう、このなんだろう、信頼感、ファンの素晴らしいなと思いましたし、あと私のポイントとしては、あの100号でボードがあるじゃないですか、あの球団の方が用意してて、はい、であのボードをハイタッチしてベンチ前でもらって、で多分ですよ、イメージあれってベンチ前出てこうやってファンの皆さんにこうやって見せて、はい、このちょっとね、小山選手の時間を楽しむみたいなと思いきや、もらってはいってもうすぐあれ下がっていくみたいな、ちょっとなんか謙虚な姿がすっごい短かったです。一瞬でしたよね、はい、またそれがまたちょっとね、お人柄が出てグッとくると言いますか、いいなってなんか思った気がする。出ましたよね、あそこでね、出ましたね、大山選手の、はい、そうだって、あの何の映像だったかな、サトテル選手がもういいんですかみたいなそう感じで、ロハスさんもこう、そうやんなみたいな、そうなんかさすが大山選手ですね、ならではの感じがしました。ホームラン打った後の回でこう守備位置ついた時によくこう礼したりとかも、なんかね、やっぱそこが大山選手だな、前回の小部屋で小ネタを入れましたけど、またきっと猫ちゃんたちに癒されてるんだろうなみたいな、間違いないですね、はい、きっとそんな気がしました。素晴らしい。ヒロドの小部屋。これは いきます、言うてます、近本選手、近メーター29試合連続ヒット、あと2試合でマート選手超える、素晴らしい。いや、なんか覚えてます、マート選手もすごい記録だった時の盛り上がりも覚えてますけど、え、なんか大きくなってますね、周り今突き刺さってる、すっごいなんかすごい生えてきました、急にすごいんですけど、びっくりしちゃった。ヒロドさんの顔よりでっかいです。うわー。え、顔の方が大きかった。小石の遠近法。遠近。小部屋。きっとな、やっぱりあの近本選手の原点はね、小部屋の小ネタでも言いましたけど、プチ家でですね。プチ家であれがあって。うん、あの情報西勇輝投手が一番喜んでくれましたから。はい。西投手見てますか。そう。あの。プチ家出があって、野球がここでしたいんだって、八代高校でしたいんだってところから来ましたから、楽しみだから、今後皆さん楽しみしかないですよ。すごいですね、近本選手もそうですし、佐々木投手がまたね、まあ、今抹消されましたけど、また戻ってきてっていうところもあるんで、もう今タイガース楽しみしかありません。こんなひまわりのように、もう咲きましょうみんなで。ヒロドの小部屋。あと一つ、はい、ファームの情報です。私が
高校時代からずっと追いかけてきた高知高校出身のドラ1、森木投手が人生初のまず甲子園のマウンドを踏みました。もうこの時点でまずもう大きな拍手ですよ。もう3年生の時に甲子園のに向けての取材をずっと私はしてきたんですけど、その時に惜しくも決勝でね負けてしまって甲子園に行くことができなかった、つまり彼は高校生の時に甲子園に行けなかったっていう思いがあって阪神ドラフト1位になり、そしてですよ、バームとはいえ甲子園に立つと、しかも9奪三振でしたよね。最短です。もう自信ある浜口監督、高知高校の浜口監督も喜んでると思います、ね、なんか似合いますよね。いやそうで、私秋キャンプの初日にも取材行ったんですけど、高校時代からひたすら練習のもう鬼と呼ばれていて、野球も大好きですし、でもちゃんとその大好きな気持ちをあの練習にぶつける、こうね、生まれ持ったものというか、こう軟式ですごい最速出してっていう注目がある中での、才能もある中で体もそうですし、そこにちゃんと努力を合わせ持っているっていうところが森木投手の魅力なので、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。高知高校の先生みたいな。キロドの小部屋、あ、高野さんの声する、ありがとうございます。高野さん、高野さんちょっと顔出してください、ここ。実況アナウンサーの高野さん、ちょっとでかすぎて、ちょっと大きくなって見えてないです。あ、高野さん、はい、すみません、お邪魔します。ヒロドの小部屋です、ようこそ。これね、あ、ゲストだ。すみません、ゲストそれ引いちゃっていいわけだ。なんかタイガースのコメント教えてもらってください。タイガースのコメント教えてください。ちょっと、ずっと顔が切れてる、ずっと顔切れてるみたいにしゃがんでもらっていいですか。皆さん、実況アナウンサーの高野さんです。あ、すみません、高野です。はい。飛び入りすぎて今声聞こえたんですよ。はい、あのちょっと無茶ぶりですけど、はい、このヒロドの小部屋って小ネタを毎回皆さんに出すんですよ、はい、あ、そうですよね、あれね、取材されてるから、あのコーナーね、はい、本当に見てると思います。どうですか、やりますか、小ネタ。今日佐伯投手について話しました。佐伯投手は明るいじゃないですか、明るい、めっちゃ明るいです。あの感じでなんか漫才、漫才得意、漫才、え、なんか文化祭かなんかで漫才したとか、めちゃくちゃ想像通りでも。ちょっと皆さん、これできましたよ。高野アナコネできました。いやいや、すいません、番外編で。いい子って言ってあれですけど、いい言葉ですね。ね、昨日の涙ですよ。ね、いつも笑顔の近所のおばあちゃんみたいな。ね、あそこから次こうもらっちゃったよね、皆さんの、ね、あれはもらいました。今日何の仕事ですか。いただきました。え、何の仕事ですか、今から。今日俺何の仕事だっけ。あ、新人研修担当してまして。うちにも新人が入りましたね、皆さん、はい、ね、はい、あのさっき新人会見があって、はい、あの目標とするアナウンサーはヒロドアユミアナウンサー。嘘、誰が。いや、だから新人が。おお、なんか怒らなきゃ。そんなリップサービスしてくれたんですね。らしいですよ。嬉しい、小部屋呼ばなきゃですね。え、でもこれ声はちゃんと入ってんの。入ってる、入ってるよね、入ってる。首かしげるんだよ。だったらテロップでお送りするんだよ。あ、そう、大丈夫です。いいですか。ありがとうございます、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました、高野さん。バイバイ。小部屋、こういうやり方ありですね。いいですね、飛び入れで入ってくる。次誰が入ってくるかお楽しみに。ということで、また。